2月2日ということで節分でありますが、やはり鬼退治ということですと、何をやりたいかというと、やっぱりコロナだと思いますが、ですね、東京で昨日の感染者が393人というところで、数値上は減ってきていますが、政府としてはやはり緊急事態宣言、栃木県を除いて、10都府県に関しては、継続1ヶ月の方向性となっております。この経済的な影響について、どういったお考えをお持ちでしょうか。まずお願いいたします。もちろんマイナスの影響があるということなんですけども、それはその春以降のいわゆる緊急事態宣言と比べると、範囲とそれから規模においてはやっぱり制限的なことですね。つまり狙い撃ちをしているという言い方をすると、逆に公平を生むかもしれませんけど、つまり鋭くピンポイントを狙っている期間も比較的短いという意味でおいてはマイナスの影響はそんなに多くないだろうと思っています。でそうは言ってもこれ先行事業だけ見てもわからないんですけれども、少なくともちょっと調べてみたらですね、倒産件数とか あるいは廃業件数っていうのを見ていくと、実はだからで楽観したわけではないんですけれども、2020年、昨年の倒産件数を見ると、件数だけ見ると、過去 その50年間でも4番目に低いということで、そんなにその壊滅的ダメージを日本全体が受けているわけでは、少なくとも倒産件数という観点だけ見たかったと。うちコロナになるとさらに少なくなってくるのでですね、今回の、延長、すでに起きたこと、それからこれから起こるであろう再延長についてもですね、今まで以上に壊滅的になったことはまずないでしょうし、ピークアウトしたということについては、期待していいんじゃないかなというふうに思っております。金額的には実はいろいろと調べて私どもの中でも、聞いてみたんですけど、非常にばらつきがあってですね、どれくらいの幅で、億円単位で、あるいはパーセンテージでと言われても、それこそ、一桁の下の方のパーセントから割れると二桁のマイナスもありるということも出ているところがありますので、ちょっと正確なところは申し上げられないと思います。また業種という点について言うと、これは非常に発行性がはっきりしていて、ちょっと言葉を選ばずに言うと史上最高益を出すかもしれないという業種がある。相変わらずどころか大変に厳しい、特にサービス産業の話、運用であったり、あるいはその飲食であったりというところについては大変厳しいというところなんですが、メーカー系のところで IT、あるいはそんなところは非常に調子がいいというところもあります。あとこうワインの視野ですが、開いている状態がその特徴的で、平均値をもって日本経済がどうかというのは、毎回申し上げるように必ずしも実態を表しているといけない。